開成館チャンスを迎える三浦のクロス、逆サイド今泉のヘディング決まりました。ニアサイド鈴木がそらしてこぼれている、右シュート浜松開成館後半の9分三浦のゴールで逆転。出して山田はいません、ただまだこぼれています、シュート決まりました。さあ藤枝明誠、トーノンドリブル、トーノンドリブル、トーノがまだシュート、藤枝明誠ここぞで逆転、9番のトーノ、ここで長いホイッスル、藤枝明誠高校7年ぶり2回目の優勝を成し遂げました。やっぱり自分で突破して、まあ、シュートっていう形しかないんで入ってよかったです。